マッテオセレーニは、イタリアエミリアロマーニア州パルマ出身の元サッカー選手、ポジションは GK。サンプドリアのユース出身。1995年にトップに昇格したが、ジャンルカ・パリューカと入れ替わりでインテルからやってきたワルテル・ゼンガとアンジェロ、パゴットに次ぐ第 3GK に泊まり出場機会には恵まれず、1997年以降は、ピアチェンツア・アカルチョや、 エンポリー FC へ、レンタル移籍し、それぞれのクラブで、政治家を務めた。パゴットとゼンガが去った1999年からは、ポジションを確保し、セリエ B 広角となったサンプを支えた。ただ、2期連続で5位に終わりセリエ A 復帰には一歩、及ばなかった。2001年7月1日、イングランドのイプソウィッチへ移籍。初の国外挑戦で、 なおかつ GK 唯一の外国人選手として期待されたが、クラブは18位に終わって2部へ降格。2002年7月1日に、ブレシアへ、レンタル移籍して、イタリアに戻った。ブレシアでは、ルカ・カステラッチからポジションを奪うと講師を披露して、セリエ A で10位と検討し、評価を高めた。2003年7月1日、ラツヨに移籍。しかし、 アンジェロ・ペルッツの控えとして、ベンチ生活が続き、ラツヨ首脳陣と対立。さらにマルコ・バロッタに、控えの座を脅かされることとなり、出場機会を与えられない日々が続いた。2006年1月31日に、サミール・ハンダノビッチと入れ替わりで、トレビーゾ FC へ、レンタル移籍するが、半年間でわずかに7試合の出場に終わり、クラブも昇格から1年で、 セリエ B へ降格した。2007年6月27日、契約満了に伴いトリの FC へ移籍すると、復活を遂げ守備陣を支えた。2007から08シーズンは退団したクリスティアン、アッビアーティの代役以上の活躍を見せると、32試合に出場して残留に貢献。 ユベントスに所属するジャンルイジ・ブッフォンに次ぐ GK として、ユーロ2008のイタリア代表メンバー選出も噂された。その後、2008年に入ると活躍を評価されて2011年まで契約を延長。2008から0球シーズンも31試合に出場したが、トリノは18位に終わりセリエ B へ降格。 二部でもレギュラーを務めたが5位に止まり、昇格プレイオフ決勝では3位だったフルスブレシアに敗れ、1年でのセリエ A 復帰は叶わなかった。2010年7月5日、6期ぶりのセリエ A 昇格を果たした、そのブレシアへ8期ぶりに復帰した。だが、ミケーレアルカリとのポジション争いに敗れて15試合の出場に留まった。 クラブも出足こそ好調だったが、徐々に失速して19位に終わりセリエ B に降格した。2011年5月19日、現役引退を表明した。ありがとうございます。